さあ今宵も行きましょうか。皆様車を運転されたりしますか？まあ私はね、もう今となっては車もバイクも乗りません。本当はね、本来は車を運転すること自体が違法行為なんですよ。皆様ご存知でしたか？まあ時々でね、人は運転免許証を権利と勘違いしてしまうんですけど、まあ権利と言っちゃ権利かもしれないんですけど、免許とは免じることを許可していただいてるんですよ。やっちゃいけない、ダメなこと、違法なこと、悪いこと、それをあえて許していただいている、させていただいている、そういう意識皆様おありでしょうか？ないのであれば、もう免許なんてすぐ返納すべきことだと私は思います。まあエピローグ等々ではね、まあ私の実体験等も含めてお話しできればなと思います。ではね、まあ今日はそういった免許であったり車にまつわるお話でございます。では行きましょうか。またよろしければチャンネル登録、高評価、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では行きましょうか。この事件は熊谷ひき逃げ事件。まず最初に被害者の情報で、2番目に事件の流れで、3番目に現場がどういう状況なのか、その辺を具体的に皆様にご説明させていただきます。で4番目に法律改正で、5番目にエピローグ、まあ私の実体験であったり、またはもう皆様覚えてらっしゃいますかね、ヒヤリハットの法則、まあその辺もちょろっとねご説明できればななんて思います。では行きます。はい、被害者の情報に移っていきます。まあちょっとね、表記と読み方異なりますが、そこは許してください。では行きます。王くん、年齢は10歳で、まあ住んでいるのは埼玉県熊谷市なんですけど、で当時41歳の母親と2人暮らしをしておりました。母子家庭ですね。まあ今ではもう全然珍しくなく、よくある話ですよ。で習い事としては地元のサッカー少年団に所属しておりまして、そして書道教室にも通っていたそうでございます。で王くんはね、まあサッカーを習っているぐらいですので、体育がものすごく好きで、でそういう子って結構こう粗暴みたいに 見られがちなんですけど、そんなこと全くなくて、もうほんとクラスの仕事もきちっとしっかりとこなす真面目な少年だったんですよ。そして近隣の住民にもおはようございますときちんと挨拶をする礼儀正しさも持っている、そんな少年でございました。事件の流れに移っていきましょうか。2009年平成21年9月30日、王くんは書道教室に通っているんですね。そして、まあ、いつものようにこう一人で書道教室に向かって、でこの日はたまたま一人での帰宅になったんですよ。でお母さんの職場が近いことから、こう一緒に帰れるときは一緒に帰るみたいなことを近所の人にも話していたそうなんですけど、何があったのかちょっと分かんないんですが、王くん一人での帰宅となっております。それが約午後6時50分頃だったそうでございます。で、このひき逃げ事件は当初1台と思われていたんですが、最近はねどうも2台なんじゃないかっていう、そういうふうに言われておりますので、その2台の方でご説明させていただきます。で、その通りは片側1車線の見通しの良い、ほんと狭い道路なんですよ。片側1車線なんでね。で、王くんはどうもその時自転車を押して歩いていたそうなんですよ。で、その時1台目がやってくるんですね。後方から勢いよく車がブーンって来て、王くんにドーンぶつかるんです。で、王くんが押していた自転車は反対車線の
歩道ら辺まで飛ばされるんですよ。で、O くんは中央分離帯ら辺まで飛ばされるんですね。で、その時1台目はもうそのまんまビューンと駆け抜けて消えていくんですよ。で、2台目が来るんですよね。で、2台目は反対車線から来るんですよ。O くんが向かっていた方向のからやってくるんですけど、で、その運転していた人はどうも自転車に気づいてハンドルを切るんですよ。そして中央分離帯にいた O くんの頭部を引いてそのまんま逃走というように2台の犯行と言われております。いや、マジでこの動画見て知っている人とかそういう方がいれば、本当熊谷署までお願いします。そして近くにいた大学生がキーッという音を聞き、で、どうしたんだと思ってその現場に行ったことでこの事件が発覚するんですね。で、すぐさま119番通報をして救急車で運ばれますけれども、もうあまりにも遺体の損傷が激しく、これはお母さんに見せられないということで、担任の女性教諭と教頭らが O くんの姿を見て身元確認を行ったそうでございます。もうほんとひどい状況だったんだろうね。いやー、ちょっとありえねえなって思いますよ。それでは現場の状況に移っていきたいと思うんですけど、まずこのピンの立っているところらへんが事件現場となっているんですね。で、この通りを見ていただくとわかるんですが、全然もう曲がっていなくて一本で見晴らしがいいですよね。で、ちょっと行けばもう信号があるんですよ。だから普通に止まったりもするし、見晴らしもいいし、なんでって思いますよね、普通に考えて。で、道幅は 7.6m なんですよ。で、制限速度は30km、30キロですよ。おかしいよね。で、それなんですけど、どうもここをちゃんと調べていくと、この地図の左斜め下から上に向けて国道17号が通っているんですけど、そこに抜けていく抜け道として結構使う人が多いらしいんですよね。昼間はあんまりこの通り走らないらしいんですけど、夕方になるとその我先にみたいな、そういうような感じになるみたいで、ものすごく交通量が増えるらしいんですよ、夕方になると。で、もうほんとみんな60キロ以上飛ばして走ってるらしいんですよね。アホじゃないのってちょっと思いますよね、本当に。でもみんながそういう風になるとさ、本当赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな、そういう集団心理になるから、逆にこれ30キロ走ってるとさ、プー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 とかやるバカがいいんだよね、絶対。だからさ、その歩行者優先なのに一時停止でこう止まんないやつもめちゃくちゃ多いやん。ほんとね、ありえないよね。多分ね、そういう集団心理の人もいれば、それが当たり前だと思っている人、そういう、もうほんとありえねえ。まあまあ、ちょっと脱線しちゃってごめんなさい。で、近年なんですけど、法律が改正されたんですよ。2019年の9月に本当だったら時効を迎えるはずだったんですよ、この事件は。でも過失運転致死から危険運転致死にその罪の名前が変更になって、そのことで時効が2029年の9月まで延長されました。なので多分ね、警察もめちゃくちゃ調べてると思うんですよ。少なからず最初の車なんて絶対修理出してるはずなんで、で、2つ目の車に関しても傷とかあるだろうから修理してるだろうし、血痕が残っていたりとかあると思うんですけど、多分熊谷周辺ではなくて国道を使って
行く人々で現場から相当離れたところで修理とかやってると思うんですよね。だから見つかりにくいと思うんですけど、まあ心当たりがある人、ちょっと離れてたとしてもね、は必ず熊谷署までどんな些細なことでもいいので連絡をお願いいたします。メールでも大丈夫だと思いますが、わかんないです。まあ電話で、なんとしても償ってもらいたいなと思います。逃げるなんてありえないからね。絶対わかっちゃいるでしょ。なんで絶対さ、わがままなやつだよね。ありえねえって僕は思うんで、まあそれはね、この後僕の実体験とかも含めてちょっとお話ができればななんて思います。ではエピローグに移っていきます。はい、ではねエピローグに移っていきたいなと思うんですが、私がねまだその大学生の時なんですけど、原付バイクに乗っていたんですよね。で、見通しの悪い交差点をこう進んでいたんですよ。で、車も来ていて、でその車はちょうど大通りに向かうそういうようなルートを走っていたんですけど、で向こうは止まれがあって、私の方は止まれがない優先道路だったんですよ。でも法定速度ちゃんとそれを守って走ってはいたんですけど、勢いよくボーンぶつかったんですよね。で私は吹っ飛ばされて、あまりにも激痛で動けなかったんですよ。もう全然動けない、ものすごい痛かったんですよ。でそのぶつけた人は119番とかそういう通報せずに降りてきて、まず車の傷を確認するんですよ。でもう矢印とか来たんで、その人はもう逃げらんないなと思ったみたいなんですけど、でその矢印が通報してくれたんですよ。でその私をぶつけた人は、なんだよおめえふざけんなよ、おめえが悪いんだよ、時間に遅れるんでどうしてくれんだよ、この修理代とかも含めてよ、みたいな感じですごい文句言いながら私のバイクに足を乗せてずっと悪態ついてくるんですよね。だからそのね、思ったんですよ。多分ねこの王くんの事件も含めて、ぶつけた人ってもう自分の邪魔をしたその程度にしか絶対思ってないんですよ。本当だったらその何かあったら人命救助とかそういうのも法律で守られているじゃないですか。まあ、じゃんって法律であるじゃないですか。人命救助しないといけないですよとか。でもそういうのを無視して自分の都合、自分の価値観、それが 100%。 だから免許、最初にも言いましたが、本当は悪いことだしダメなことだし違法なことなんだよ、運転すること自体が。それを免除していただくことを許していただいているっていう思いがないんだったら、マジ運転すんなって思うんですよね。でその人はね、警察が来た瞬間、救急車よりも先に警察が来たんですよ。救急車がちょっとどうも迷子になったみたいで、30分ぐらいね現場に来なかったんですよね。まあ、めちゃくちゃ痛かったし、その時ねちょっと雨が降り始めで、もう救急車が来た頃にはもうザーザー降りになっていて、僕はもうびしょびしょになってたんですけど、ふざけんなよとか思いながら、まあそれは一旦置いておきましょうか。いや本当にね、その人警察官が来た瞬間急に態度が変わるんですよ。君大丈夫とか言って、マジふざけんなよって思いながらね、少しでも自分の罪を軽くしようみたいなさ、手のひら返したみたいな。だからね、本当にそういう危険運転とかも最近近年言われてますけど、昔はもっと多かったからね。こうよくさ、一時停止で止まんないで流れを止めたらプープープーって鳴らすやつもいるじゃん。だったらお前免許返せよって、乗る資格ねえよって言いたくなるんですよね、私は。だからそういうのが積もり積もって、僕はもう運転しない、
基本的には運転しないっていうことを心に誓ったんですよ。なんだろう、そういうのイライラするのも嫌だし、そういうのに巻き込まれるのも嫌だ。だったら、ちゃんと公共の交通機関を使おうっていうふうに思ったんですよね。結構そういうのに驚かされて、もらい事故になる可能性が高いなっていうのをすごく感じたんですよ。特にね、首都高とかめっちゃ怖いんで、まあ、ちょっとね、めちゃくちゃエピローグが長くなっちゃいましたけど、本当にね、オークンやった人って、本当、多分ね、犬、猫とか動物をぶつけたぐらいにしか絶対思ってないんですよ。で、ましてや、もう時間も経過してるでしょ。忘れてるよね。絶対忘れてるよね。忘れさせねえぞ。絶対忘れさせない。っていうような僕の思いがあるんで、まあ本当ね、お心あたりであったり、どんな些細なことでもいいので、熊谷警察まで何かあればご連絡いただければ本当幸いでございます。はい、エピローグ2に移っていきましょう。とかいう、お前どうなのとか言われそうなんで、まあ、ちょっと言いますと、一応ね、警察が主催でやっているそういう安全運転講習は4、5回出ておりまして、でプラス実費でそのホンダがね、こう安全運転講習みたいなことをやってるんですよ。そこにもね、多分ね、10回ぐらい参加していろんな指導を受けてるんですよね。何気にこれ本当ですよ。あの桶川の方にあるんですけど、そうなので結構ね、その辺のアンテナは高い方かなとは思います。でもね、その結論結局乗んないっていう風に考えたのは、まあ逃げかもしれないですけどね。で、あのそうハインリッヒの法則、ヒヤリハットの法則っていうのは1対29対300っていうのがあって、その300回ヒヤッとしたりハッとするようなことがあったら1回はね、こう死亡事故であったり重大事故になりますよというふうに言われていて、軽度の事故は29回、簡単に言っちゃえばね、10回ヒヤッとしたりハッとしたりしたら10回ね、1回はね、車にドーンぶつかってるっていう話なんですよ。だから結構確率で言うと高いよねっていう話で、なのでこう例えばね、交番の前とか通った時に今日の事故件数っていうのを、その県であったり都、その辺の単位で物事を見てもらいたいんですよね。めちゃくちゃあるから、毎日やばい事故いっぱいあるんで、なのでヒヤッとしたりハッとする、そういうことがどういうケースで起こりうるのかなっていうのをちゃんと頭に叩き込んで日頃からやっていくっていうことが非常に大切なのではないかと思います。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。